こんにちは、コロマロです。今日はあやとりを使ってトンボを作ってみたいと思います。簡単ですので、ぜひ一緒にやってみてください。まず、両方の手のひらに紐をこのように引っ掛けます。次に、利き手の中指で反対のまっすぐの紐を下からすくいます。手の反対の手でもこのまっすぐの紐を下からすくいます。次に親指で小指の一番奥の紐を紐の下からこのようにすくって取ります。取る際に手を前に向けて親指を下に下げながら小指の奥の紐だけをすくい上げるように取ると取りやすいです。次に小指の紐を離します。最後は親指のまっすぐの紐を外して口でくわえて引っ張るとトンボの完成です。ではもう一度やってみましょう。両手に紐をこのように引っ掛けて利き手でまっすぐの紐を下からすくいます。反対も中指でまっすぐの紐を下からすくいます。親指で小指の一番奥の紐を紐全体の下からこのように取り小指の紐を外します。最後は親指にかかっているまっすぐの紐を口でくわえて引っ張るとトンボの完成です。いかがでしたか？もう一度ゆっくりやってみたい方は動画を最初からご覧ください。それではコロマロでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。